偽サイトが出回ってます。お金を要求されるときは絶対あかんやつです。どっかのリンクでなく、ちゃんとしたサイトからアクセスしましょう。パソコンでそのまま使用するときは緑のサインイン、スマホ使用時は Android、iPhone それぞれの OS のアプリをダウンロード。2024年3月から e-Government Philippines というアプリになりました。まずは携帯アプリダウンロードした時の登録です。 e-Government Philippines の登録から Create New Account を選択。入力方法は一部手入力ですが、チェックマーク、選択チェック、カレンダーマークから日付入力など簡略化されました。名前とメアドを入力して、新アカウント作成、クリエイトニューアカウントを選択。 E メールで6桁コードが送られるので入力。電話番号入力で国番号は変更できますが、ログインするときはフィリピンの携帯電話番号しか使えません。でもメアドでログインできるので大丈夫です。6桁の M ピンを自分で作成入力、今後ログイン時に必須なので覚えときましょう。やっと E ガバメントフィリピンの登録が完了です。アプリが起動したら Verify Now 確認するをクリック。個人情報確認画面です。国籍、名前、生年月日、携帯電話番号、性別を入力して Next。 普段住んでる住所です。日本在住の方は国を Japan 選択して住所を英語表記で。入力した内容の確認画面です。間違ってたらエディットディテールズで修正。続いてパスポートの写メ画面です。パスポートの期限が渡航最終日から半年以上あることに注意してください。次は自撮り写メです。帽子やメガネは外す、フィルターかけない、表示される円に顔を収める、ちゃんと明るいところで、イスラム教の人のヒジャブは OK。 署名画面です。グレーの部分に署名します。スキップも可能ですが、結局後で署名しろと言われます。登録完了、審査中で承認まで最大7営業日かかると言うてますが、まあすぐ終わります。やっと e ガバメントのアプリが開いたのでトラベルを選択。 e トラベルの登録方法です。パソコン画面での説明ですが、内容は携帯と同じです。今回はパソコンなので緑のサインインをクリック。初めて e トラベルを使う場合はここでアカウント作成、 E メールを入力し Continue 次へを選択。 E メールで OTP コードが届くので、届いたコードを入力し Continue 次へ。個人情報入力画面が表示されました。自撮りするかファイルをアップロードしてくださいと出るので、自撮りかアップロードどちらかを選択してアップロード。外国パスポート所持を選択してから、氏名、性別、生年月日、携帯電話番号を入力。国籍、出生国は共に日本を選択。パスポートの発行国、ジャパン。パスポート番号を入力。パスポートの発行日、職業を選択。職業の翻訳は一覧でどうぞ。 NEXT の次へ行きますが、入力漏れやミスがある場合はその項目が赤枠になるので訂正します。永住国の住所の情報画面です。永住国日本を選択。日本の住所をローマ字で入力。間違ってなければ NEXT で次へ。個人情報住所の確認画面が表示されました。ここでやっと旅行登録画面が表示されました。フィリピンに到着の72時間前でないと登録できません。 e トラベルの QR コードの提示は義務付けられているので、絶対に用意しておきましょう。自分の登録の場合は For Me、 家族の場合は For Other、 飛行機での移動は Air、 船での移動は C、 フィリピンへの入国は Arrival、 出国は Departure、観光などの外国人は出国時の登録は不要です。旅程詳細情報の入力画面です。まずパーパスオブトラベル、旅行目的を選択。フライト情報です。乗客タイプはトラベラータイプを選択。航空会社名、便名を入力。出発国を選択。出発地の空港は手入力になります。ローマ字で入力。出発地からの出発日を選択。
出発地への帰国予定日もしくはフィリピン以外への出国予定日を選択。フィリピンへの到着便情報です。乗り継ぎがある場合はそれぞれ乗り継ぎ便の国、経由空港、乗り継ぎ日を入力。乗り継ぎ便がある場合はチェック、それ以外直行便はスルーで OK。 到着空港を選択。フィリピンへの到着日を選択。フィリピンでの滞在先情報です。お家の場合はレジデンス、そしてホテル。乗り継ぎ便の場合はトランジット。未入力項目があるとエラーメッセージで未入力項目の枠が赤く表示されるので修正。健康情報です。2023年7月22日以降コロナ関係のあれやこれやはありません。フィリピン来るまでの30日の間に他の国行ったり、その間病気になったり病気の人と接触したりしたかどうかっていうチェックです。続いて税関の申告書情報です。めっちゃ長い説明文がありますが、後ほどイエスノーチェックで項目がちゃんと表示されるのでスルーして OK。 その他の旅行の情報です。同伴家族の有無や荷物の数やフィリピンに来るか初めてかどうか。税関申告情報入力です。イエスノーだけなので簡単です。税関に申告があって書類がある場合はアップロード、最後にサインをします。申告するものがなくてもサインをしないと次へ行けません。家族情報入力画面です。同行者情報がなしていいのか、しつこく確認メッセージが出ますがイエスで次へ。今まで入力したデータが全部表示されていくので間違ってないか確認。やっと登録の完了です。QR コードが表示されパソコンに保存もできるけれどもメールでも届きます。 e ガバメントを2回目以降に使用する場合めんどくさいです。ログインはフィリピンの携帯電話番号のみなので、それ以外の方は e メールを選んで e メールでログインします。6桁のコードが届くので入力。前に顔認証登録をしてないとここで顔認証登録してくださいと言われます。6桁の MPIN 入力、毎回ログイン時に必要となります。ここでやっと e-government の画面に来ますが、登録時に署名をスキップしたらここで署名を求められます。というわけで署名します。署名に納得がいったらコンチニューで次へ。ここでまた MPIN 入力です。デジタル署名の追加に成功、 OK で e ガバメントの画面に戻ります。パスポート情報が表示されるので問題なければイエス。トラベルを使用するのに e ガバメントの情報を共有するか確認画面です。ニュートラベルデクラレーションを選択して次へ。ここから e トラベルの情報入力画面になります。e トラベルのログインパスワードを忘れた場合、 e メールを入力してパスワード忘れたをクリック。画面が切り替わるので新パスワードを入力し、メールで届いた OTP コードを提出して OK です。